それでは私の今日のハッピーポイントをお話しいたします。今日は7月の20日の日に終業式を終えまして、1ヶ月ぶり の子どもたちが登園してきた日でした。8月の登園日っていうのは8月生まれのお誕生会をやる日にもなっています。でやはり1ヶ月というお休みがあったので泣いてしまう子どもたちもいるのかなってちょっと不安では思っていたんですが、登園してきた子どもたちはおはようって、私は今朝バスにも乗っていたりもしたので、ただいまって言ったらおかえりとかって言って子どもたちが迎えてくれました。で今日は30名以上の8月生まれの該当時の友達がいました。でみんなこうやっぱりね、自分が発表するっていうのは緊張してしまうところもあると思うんですが、舞台の上でもちょっともじもじしたりしてしまう子どもたちもいましたけれども、でもやっぱり好きな食べ物とか好きな遊びとか、大きくなったら何になりたいかっていうことは堂々と発表することができました。でお部屋の方に戻ってきてケーキを食べて、でちょっと時間があったので、ねえねえ夏休みみんな何してたのなんていう話をしました。と水族館に行ってきたっていう子どもたちがいたりとか、あとちょっと遊びに行ったとか、イオンに行ったって、やっぱイオンでも子どもたちはお出かけをしたっていうのがすごくあるみたいで、でもね、もうみんなあとね、何回寝たら幼稚園また始まるんだよ、9月になったら見て後ろ見てよ、ああいうのも先生たち作っといたから、そんな運動会にちょっとね大変かもしれないけど、でも先生たちと一緒に頑張っていこうねっていうお話をしながら子どもたちとさよならをしました。短い時間ではあったんですが、子どもたちの元気な顔、そしてたくさんの笑顔が見られたことが今日の私のハッピーポイントでした。ありがとうございました。